ふかしてるこちらのね、マーベラスマーベラス、どれだけ食べてもゼロカロリー、マーベラスマーベラス。動画の途中だけど小腹が空いてきたな、興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。いや俺はヘッドホンがベタベタするな。お前それドーナツだよ、しかももう片方ピロスキーじゃねえか。うまそうだな。なるほど、料理で左右のベタベタが違う街だ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。ちょっとそのヘッドホンよく作れよ。ダメだ、頼むからくれよピロスキーの方。やめとけ、ベチャベチャするじゃん。いいから頼むって。やめろ、もうお寿司するかもしれないか。くちょるぜ。え、何言ってんのお前、もしかして知らないの。取らないんだよ。どういうことだ。説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツの真ん中が空洞になっていて、その形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。何やって。ピロスキーは110度を超える油にカロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。そんな夢のような話あるのか。甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。じゃあ何を食べてもいいのか。さらにこの動画を見ればゼロカロリーなのである。ちょっと何言ってるか分かんない。何が分かんないんだよ。ちゃん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 、ドーナツ化してるこちらのね、マーベラスマーベラス、どれだけ食べてもゼロカロリー、マーベラスマーベラス。